渡辺上太郎4月16日から1936年2月26日は日本の陸軍軍人。陸士8期、陸大17期主席。最終階級は陸軍大将。異界君党は12位、区民東高五級。1874年、愛知県小牧町に生まれる。タバコ賞である和田武史門の長男であったが、 19歳の時に、同家岩倉町の母親の実家である農業、渡辺昌衛の養子となった。貧窮のために小学校を中退せざるを得なかった。満20歳となった1894年4月に、長兵検査を受けて、講師合格し、同年8月、陸軍士官学校の消防試験に合格し、陸士八期を卒業して、陸軍風評証校となった。 1903年、陸軍大学校17期を主席で卒業した。不評第36連隊中隊長として、日露戦争に出征して、戦勝を負ったが、その後は、参謀本部での勤務、海外での勤務が多く、最小限の台付勤務で召喚となり、陸軍大将に信任された。1936年、 教育総監兼軍事参議官に在職中に2.26事件が起き、自邸を襲撃した反乱軍に殺害された61歳遺没。玉霊園にある渡辺の墓玉霊園の墓の入り口にある検証費1930年代前半、陸軍では行動派が実権を握っていたが、その中心人物であった荒木貞夫陸将は、 昭和維新の断行を求める青年将校の突き上げに応じなかったため休息にその名簿を失い、1934年に病気を理由として陸将を辞任した。陸将の後任には荒木や正木神三郎と親しくしていた林千十郎が就任し正木は教育総監に回った。林は荒木、正木らの党派的行動に嫌気がさしており、 陸将就任後は行動派を制する側に回った。翌年7月に、正木が教育総監を公鉄されその後任として渡辺が選ばれた。人事後の7月18日に行われた軍事参議官会議において退任に納得のいかない正木と荒木は林陸将と対峙した。長田鉄山軍務局長を黒幕であると見ていた、正木は 長田が3月事件の際に執筆したクーデター計画書を持ち出した。渡辺からこれは私、文書なのか、それとも、機密書類なのかと尋ねられた荒木が、機密文書であると述べたところ、渡辺は、機密文書を一三議官に過ぎない正木が、なぜ所持しているのか、この場でそれを持ち出すのは、長田を落とし入れようとする策略ではないのかと、正木 荒木を厳しく追求した。渡辺は、給料の大半を、丸善書店の支払いに密るるなどリベラル派の、教養人であり、教育総監就任後に、第三師団の将校たちに対して、ま先による、国体名長訓示を批判した。軍事参議官会議におけるやりとりはま先によって、青年将校に漏らされ、さらに国体名長生命への批判は、 天皇帰還説の用語と捉えられいずれも青年将校の奮撃を買った。荒木はこれらが渡辺が襲撃目標となった原因であると述べている。1936年2月26日に行動派青年将校により2.26事件が発生した。斉藤未井大臣を指定において襲撃、殺害した酒井忠し注意。 高橋太郎将尉安田優将尉率いる、兵150の部隊から、安田将尉高橋将尉が、兵30を率いて、杉並区上荻ぎの渡辺教育総監指定を午前6時頃に、襲撃し、表門から入り玄関前に、機関銃を据えて、これを乱射、裏庭から室内に侵入して廊下から寝室に向け、機関銃を、発射、さらに銃剣で殺害した。 殺されることを覚悟した渡辺は、そばにいた次女の和子を近くの物陰に隠し、拳銃で反乱軍を迎え撃った。布団を盾にして応戦したとの記録もあるが、和子の証言によると、最後を迎えた時の渡辺は銃弾を避けるために、畳の上に体を伏せ、拳銃を構えていたという。同じく和子の証言によると、機関銃弾を受けた渡辺の足は、骨が、剥き出しとなり、 肉が壁一面に飛び散っていたという。磯部朝市は渡辺が殺害目標に選ばれたことについて、渡辺は同志証校を断をしたばかりでなく三長官の一人として、五人の行動に反対して断をしそうな人物の筆頭だ。天皇機関節の軍部における本尊だと、極中で行動期に記している。安田優勝位は、本来渡辺を殺害する意図はなく、 陸軍大臣官邸まで連行するのが目的であったと供述している。渡辺邸には警護のため、牛米憲兵分隊から派遣された、憲兵五長と憲兵上等兵が常駐していたが、襲撃前に電話を受けて2階に上がったままで、渡辺に警告することも護衛することもなく、不審な行動だったと和子は疑問を抱いている。 和子と殺害犯の安田少尉の弟、安田善三郎とは、和子が亡くなるまで交流があった。渡辺の異界君等は、肖像久美東高五級であったが、死去の後に異界を一等追唱されて、12位に除され、極日東下大受賞が授与された。東京都の玉霊園に母妃、母費、検証費がある。地元である、愛知県には、岩倉市の正規寺に墓があり、 小牧市の西林寺に銅像がある。2.26事件の惨劇の舞台となった渡辺邸であるが、繊細に合わず、21世紀に至るまで現存していた。2008年2月、老朽化が著しかったため取り壊された。杉並区は渡辺邸の一部を保管しており、渡辺邸の図面を元にして、復元模型を作成する予定である。ありがとうございます。